来週に向けてこの9年やっていればなと思います。
内定選手の高島選手が初得点、出場から初得点という活躍もありました。新しい若い力になってはどのようにご覧になっていますか？そうですね、新しい力も加わって、すごくチームも勢いついてますし、すごく力のある、若い選手が多いので、どんどん、こうやって活躍していければなというふうに思います。さて、来週も福山でのゲームがあります。地元でのゲーム続きますが、開けられない戦いが続いていきます。季節に向けて意気込みを改めてお願いいたします。はい、まずは、昨日京都応援ありがとうございました。Vリーグも、終盤に入っております。厳しい戦いが続いておりますが、皆さんの応援がとても力になっています。最後まで諦めずに僕たちは戦っていくので、最後まで応援よろしくお願いいたします。キャプテンありがとうございました。山本翔平選手です。